はい、こんにちは。日曜日はリボルバーサンリボがやってまいりました。今週はですね、この東京マルイのガスリボルバー M19 の6インチをベースにですね、キャロムさんがカスタムしたモデル、これをね遊んでみたいと思います。で、形状の比較に、国際産業のね ABS 版の、モデルガンの方とね、あともし時間が余ればですね、先週ご紹介したこのね両サイバーモデル、ちょっとね別のグリップを手に入れたんで、その辺の着せ替えなんかもね遊んでみようかなと思っております。ではまずこの今日の主役、じゃじゃんとね、サムネ用のバッチリ写真撮りましょうか。写真じゃない、ショットだな。こんな感じかな。相変わらずねキャロムさんらしいね、これ塗装ですけれどもね、綺麗な仕上げになっています。元銃はですね、東京マルイさんのこれですね、じゃんね、これですね、24連のねやつですね。でこれがですね、こういうね割とゴージャ、これキャロムさんが布はつけてくれたのかな、丸井さんのが最初からこういう風に入ってくるのかな、こういう感じで納品されるんですよ、されたんですよ私のところに、キャロムさんから。あ、これはねキャロムさんから直接買ってます。はい、こんな感じで、すごいなんかって感じですよね、割とね。はい、でこの中はまたいつものね丸井さんのね BB 弾、他の、アクセサリーが入ってるんですけれども、非常にねこれがあのこう雰囲気のある箱ですよね。でこのねまるでね実銃を思わせるようなね綺麗な箱から、取り出しまして、取説はね普通のね、丸井さんの取説がついてきますね。はい、もうこのシリーズはいいですよね。もう皆さん多分もうお持ちの方結構いらっしゃ、お持ちになっていたか過去に遊んだ方結構いらっしゃると思うんですけども、もともとはですねこういうね、24連発のね、リボルバーにしては相談数も多いし、その上よく当たると定評のあるリボルバーシリーズですね。これとパイソンがありましたよね。私これとパイソン、これの4インチとパイソンは持ってる記憶があります。パイソンは 2.5 と4があったような気がしますね。で当時あの、1990年代ですね、あのリボルバーの場合はあのカート式が結構、田中さんとかねそういうところから、マルシンさんもそう でそこにねあの風穴を開けるような感じでしたかね、丸井さんがね当たるリボルバーということでね、集団性の高いリボルバーを、発売したと。で結構人気を博したと記憶しております。ただしですね、どうしてもやっぱそれをね、ライブカート式にしたいよという要望があって、この丸井さんのシリンダーの中身のこのパーツ割と簡単にバラバラになるんですけども、を抜いてですねこうライブカート式にして、で24発は撃てなくなります。6発しか撃てないんですけれども、カートを使って楽しめますというふうにするサードパーティーパーツが割と早い時期に出ていたと記憶しています。それをね、キャロムさんの方も使ってね、さらにそのアキュラシーカートというね、こういう名称を、これ別、キャロムさん関係ないのかな、どっかで売ってんのかな、こんな感じでね、はい、こんな感じであるわけです。はい、で、これは、その丸井さんの銃をキャロムさんがカスタムしたものなので、ここにね、この間の P38 と同じでね、キャロムシールが貼られているということになります。で、カート式にすると当然ね、集団性はね、丸井さん純正のものよりはるかに落ちます。はい。あの、個体によってよく当たるのは出てきますけれども、やっぱそれはね、あの、純正の状態で、カートなし仕様の方がよく当たるっていうのは確実だと思います。ガス注入はね、ここからしますね。で、セーフティーはね、ここについていますね。
これでセーフティーオンです。引き金トリガーが引けなくなります。これでセーフティー引くとオフで、こんな感じですね。ちょっと、早速このカートを詰めてみましょうか。しょきょっ、この木ぐりのところに当たってしまいますね、結構ね。よいしょ、あ、入った。こんな感じでね、カチャッと閉めて、でボンボンとことになるわけですね。はい、ちなみにね、これちょっとメーカー忘れちゃったんですけども、この、こういうここ後ろプラスチックになってますよね。ちょっとね、ちょい押し込み気味にしてやるのが、このアキュラシーカートの場合のコツですね。でちなみにこういう、まあ、ライブカート式になってますから、国際産業のこれは M19 についてきたダミーカート入っちゃいます。外ではダメよっていうやつでね、こういう風な感じでね、こう入るんですね。はい、で入りますけれども、表を見ますと、この、シリンダーのですね、この前面の穴がですね 6mmBB のサイズなんで、まあ、中の、弾頭部がちょっと覗けるかなっていう程度と、あとまあ重量はかなりアップしますんで、重量稼ぎにはダミーカートっていうのはありかもしれません。なぜならばですね、このカートっていうのはですね、もう完全にここがすっこ抜けてるだけなんです。 BB 弾詰めてここがすっこ抜けて、ただのパイプですから。でスプリング構造がついてまして、このねバレル側のこの部分、ここもねスプリングでね、ピコピコ引っ込むんですよ。これちょ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 と、ここにはねパッキンがついてますね。パッキンがね、でこれの間にカートが入って、もうビタッと前後にね、隙間ないようにしますんで、そういう構造上ですね、ここは当然こういう穴が小さくなってなきゃガス漏れしてしまいますんで、ということです。でその分、実車性能は維持していると。しつこいようですけれども、ノーマルの状態に比べればはるかに、集団性は落ちます。で早速ちょっとねカート詰めてね、初速を見てみましょう。初速もね大してないですよ、所詮リボルバーですから。はい、失礼。あ、いけね、乾杯 しましたっけ。ワールドゼスです。なんかコメントいただくと、何人かの方はフォアローゼスもお飲みになっているということで、仲間仲間っていうのが嬉しいですね。で BB 弾詰めるときはですね、この銀色の部分をですね、こう下げてやんなきゃいけないんですよ。あ、ごめん、下げないで、下がんないように押さえなきゃいけない。失礼しました。これピコピコ下がっちゃうんで、ここをねキュッと押さえてやってね、落ちないようにして詰めると、しっかりと奥までね、な感じにするんですね。ただこう押すとね、こいつがね 銀色の部分がこう下がっちゃいますんで、銀色下がんないように押さえて詰めるとね、ピッと、うん、しっかり入ってんな。じゃあこの2発でね試してみましょう。よいしょ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 とか言っちゃダメですね。でそっか、温度か、ガスタンクはね、このグリップの中に入ってますんでね、ガスタンクの温度は測りづらいんで、このガス注入口の温度ってのでいかがでしょう。この秘蔵のピキュン外れた、ピキュン当たった、 25.4 度ですね。はい、ちなみにグリップ部は私の手の温度で 28.2。 このガスルートが入ってそうなフレーム周りはまあ、25ぐらいですね、やっぱりね、内部はね。こうなったらカートの温度も測っちゃおうかな。今装填したカートの、あ、これも手で触っちゃったもんな。ピッピッピッ。
パート温度は 23.6 とね、面白いですねこれね。ちなみに私のおでこを打つと33度だ。え、なんか低くねえ。まあいいのか、表面温度だから。よっしゃ、よし、じゃあ打ちます。シングルアクションでね打ってみましょう。どのぐらいなんだろうな、初速なんて。こんなの測る気にも ならなかったな。ん、セーフティー効かしちゃったか俺、もしかして。いった、ほほう。それでもこのぐらいのエネルギーはあるねって感じですね。0.3 ですよ。まあこんなもんですね。はい。だからあの、まあこれなんかもでもやっぱ好きな人はゲームなんかに使うんでしょうね。ちょっとね、今度ノーマルのやつ出してみたらね、ノーマルでどのぐらい出るのかもやってみますからね。ということで、まあ初速の方は大したことはございませんということです。で、試射してみました。でね、5メートルでね、このぐらいです。悪くないでしょう。で、これ実はね、このシリーズ、あと2丁あるんですよ。あのキャロム3シリーズですね。その中でこいつが一番優秀じゃないかな。あとちょっとちっちゃったりね、まあまちまちですね。これはなかなかね、優秀だったと思います。はい。あの、カートの詰め方にもね、やっぱりコツがいるんで、その辺は、コツっていうのはさっき言ったように、こう、これがね、均質に入るようにね。で、私、さっきはね、便宜上、指先で入れましたけれども、綿棒で優しくポッと入れてあげるとね、いいと思います。失礼。あ、トリガープルなんか気になりますよね。これものすごく軽いんですよね。まあ、リーさんのこのリボルバーシリーズって、すごく軽いんですよ。ということで、楽しみにしてください。もうびっくりするぐらい軽いと思いますよ。ほら、1.66、ダブルアクションでですからね。1.73 ということで、トリガーアップル 1.73、 モデルガンと比較してみましょうか。国際産業のね、 2.94。 いかに、だからモデルガンお持ちの方はちょっとモデルガンから打ちしてみて。あ、でもそれでもこれ結構軽い方ですわ。でこの間のちょっとね、こうメーカー違うからかわいそうなんですけどね、コルトですからね。パイソンはこの間引いた通り結構重かったですよね。グイグイ引いた記憶がありますんで。田中のパイソンが 2.84 ですから、まあ、半分ぐらい、田中のパイソンの、ペガサスシリーズの半分ぐらいの軽さです。もう本当にね、こうプランプランしててね、正直言ってもう動き見てください。ポチョンポチョンポチョンって、これカッコつけてるだけですね、これね。ほとんどね、もうこれで何か叩いてるのかな、一応バルブか何か。それでも本当、まあおもちゃみたいな感じですね。はい。さて、そうだ、その前に重量ですね。重量は結構軽いんですよ、これがまた。で、540ですね。はい。ペガサスみたいにシリンダーがね、重くないですから、すっからかんですからね。ちなみにモデルガンカートなしは それでもね、モデルガンカートなしよりは重いな。それはですね、おそらくですね、このインナーバレルの重さ、それとあとはユニットの重さですね。特段どっかにね、重りを入れてるような感じはしないですね。ということで、なかなか思ったより重さは、まあ ABS ですかね、このモデルガンね。あ、そうだ、それでね、カートを詰めた時にどのぐらいになるかっていうと、例えばこのキャロムさんで買うとついてくる357アキュラシーカートってやつを入れると629グラム。
これを国債のダミーカートに変えるとなんか八百屋さんみたいですね。もうちょっと乗せとこうかみたいな。660g になりますね。結構楽しめますね、このぐらいの重さあるとね。まあただ実際このキャロムさんのやつって、まあ私の勝手なこれおすすめかなんですけれども、この外観がやっぱりねいいんでね。あとこのグリップですよね、素晴らしい出来ですよ。もうほんとね、飾って楽しんでいただきたいなっていうところですかね。はい、打って楽しむのももちろん結構なんですけれども、飾って、楽しんで時々カートを詰めたりして、またね越にいるというような感じの楽しみ方がおすすめです。はい、で残念ながらね、あと外観比較ですね、国際産業さんのと比べてみましょう。並べるとこんな感じになりますね。ビタッとちょっとギリギリ入るサイズで縦に並べてみますんで、どうでしょう。あとポイントとしては刻印かな、まあ、どちらもねそんな高級モデルではないから、はい、こんな感じですね。でフロントサイトがこんな感じですか。あ、フロントビューね、こんな感じになりますね。はい、それとここの辺がもうだんだん変わってくるんだな、少しな雰囲気がな。でリアサイトが、後ろから見ていただくと、こっちが今回の主役でこんな感じですね。はい、でサイト自体がちょっとこういう風になってますね。と、あ、私試したことないけど、この東京丸井のこれってダミーじゃないの、これ動くのかな。あ、こっちか、なんか動きそうですねこれね。もしかしたら動くのかもしれません。すいません、調査不足です。皆さん試してみてください、お持ちの方はね。なんて無責任な。あ、ただ丸井さんの方のやつはここにちゃんとこんな刻印が入りますね。で国際産業の方は、世代が違うのかしら、裏側にね SW ならぬねトレードマークが入っております。で最後ここの刻印はこんな感じと、こちらもここには一応刻印が入っていますけれども、内容は老眼なんでよく読めません。はい、あ、メイドインジャパンって書いてある時点でもうまあそういう刻印ですね、ガスガンとしてのね。まあ、ただね、あのどちらもねちょっとねどっちもいい雰囲気だな。トリガーガードの形が多少違うかなって感じはしますね。でも悪くないですよね、この辺の造形もね。ね、どうでしょう。はい、まあ、国際産業もまだこの短いカートの頃ですから、最晩年のメガヘビーウエイトモデルとは全然違って、ね、シリンダーもこうなってるんで、まあ、ちょっとそんな感じなんで、さほどなんていうのかな、名銃とでも言えないのかな。でも私はね結構この ABS モデル気に入っててね。で特典でこうね常時グリップがついているということです。はい、じゃあ主役の、キャロムショットさんの方に戻ります。このね、カート自体はね、私他にあのこれと同じシリーズが3個あるんで18発持ってるんで、もう買い足すことはないんですけれども、で何よりね、まあ、打つことがあんまりないんでね、とりあえずね、鑑賞して楽しむと、あの雰囲気を楽しむと、やっぱりねモデルガン的な扱いになっちゃうのかなって感じですね、正直なところ。で、この木栗なんですけれども、キャロムさんはね結構ね、あの木栗自体すごくいろいろと出されていてですね、と私のねこの K フレームコレクションでね、いいでしょ、この紐でこの結んであるところがポイントですね、分類のためにね。これキャロムさんのやつなんですよね、こんな感じで個体差で色違いますけれどもね。はい、でこれはですね通常のモデルガンの、田中、国際、という感じで使えるということなんで、まあ CMC とかにもやろうと思えばつくと思います。やったことないですけども、少なくとも田中さんと国際のモデルガンには多分つくんだと思います。はい、
で、あとまあこんなねアルタモントのねいくつかの、まあ、グリップあるんですけれども、残念ながらね、これはですね、この中がね、あの構造が多分普通のモデルガンにはなっていないはずなんで、そう簡単に他のグリップはつかないと思いますんで、ちょっと今日初めて外します。よいしょ、ほらこういう風になってますんでね、なかなかねこういう風なグリップじゃないとダメなんですよ。ということでやっぱりねキャロムさん自身でね、作っていただいてるこのグリップをつけていないとこいつはちょっと成り立たないということになります。まああと丸い純正だから丸い太陽のやつだったらつくのかということで、もしそういうのがね世の中に出てる、まあ出てるな、丸いのだからなのをつければまあ遊べるというところでございます。はい、じゃあ残りの時間は、この間のね、Python のね両サイバーモデルの着せ替えに使いましょう。あとね、Python のねあれグリップ君はどこだ、はい Python ね、こんな感じでまた Python グリップって、で今回ね多分ね、北野さんでしたけどお持ちだったんじゃなかったですか、この例の2020っていうグリップを手に入れましてね、これをね非常にちょっと今私色が気に入ってるんで今日なんとかダッシュで付け替えたいなと思いますけれども、じゃあ最初から開けとけよって言われちゃうんですけど、今ねセロハンテープ剥がしてます。はい、これアルタモントのね、2020グリップ、これをちょっと着せ替えてみましょう。真ん中のね重り外してないんでね、またあのはめるだけで終わっちゃうと思いますけれども、そこはご容赦ください。つけてみてね、こんなもんですよっていうのを見せれば私満足しますんで、よいしょ、はい、ほら、そうか、思い出した、ちょっと硬いんだよな、こいつかな、よいしょ、サイレンサーつけたままだと怖いですね。あの皆さんはね、ちゃんとサイレンサー外してね、あの取り付けられることを私はお勧めいたします。やっぱりネジの基部がこれだけでね、でさらにその基部パーツが入ってるのがあの樹脂ですからね、ヘビーウェイトのね、やっぱりそうですね、真ん中の重りはギリギリでいけるんだな、本当はな、真ん中の重り外せば入るかなって感じですね。お、なんかきついなこれ、あ、穴合わない、こっちやっぱ加工しなきゃダメなのかこいつ、厳しい話になってきましたね。お、こっちは入るの、あ、入ってないな、これね穴加工しないとダメですね。はい、ということで見るだけ雰囲気だけで終わっちゃいますけれども、どうでしょう、こんな感じで、あーダメだ、ずれちゃうな、これは無茶だったか、こんな感じでごまかせるかな、じゃじゃんと、雰囲気としてはこんな感じになりますね。ということでね、この、2020グリップはですね、ここの穴とこのボッチが合わないみたいなんで、うん、やっぱり合わないですね。あ、あった。押し込み入るわ。いいの？そんなことしちゃって。今どうやった？これ反対側。こうした。こうした入るのか。入りましたね。ある程度。ちょっと隙間空いてますけれどもね、力ずくいっちゃいましょうか、やめとこ、はい、こんな感じですね。どうでしょう、2020グリップってやつなんですけれども、何が2020だかちょっとよくわかんないんですが、はい、悪くないですね、こんな感じ、よりね、あの握りやすさがどう、あ、握りやすい、なんかスリム、ちょっと今隙間後ろ空いてますけどこんな感じですね。ちょっと断面形状が違うのかな、オリジナルがこんな感じですから、どうでしょう、背の高さがね角張ってはいるけれども薄いんだな、全体的にそんな感じですね。
はい、なかなか楽しい着せ替えができました。力ずくでやってみるのもたまにはいいですねっていうところでしょうか。はい、ということで今回のサンリボは、キャロムショットさんがカスタムした東京マルイの M19 とですね、最後は、田中の両サイバーモデルの2020グリップへの着せ替えを楽しんでみました。ではまた。